さて、今日も始めますよ。のんのん。ノスピタル。お相手は、クリスマスに唯一毎年やってることは、ファミマの店長にお願いされてファミチキをたくさん買うことです。ノスケと。昔、コンビニでそういうクリスマスの店頭の販売をしてた時に、峰竜太さんが、テレビの取材で入ってきたことがあるDのんちザワイスです。よろしくお願いします。ハッとしない出来事でありがとうございます。あれ、峰竜太さんってあれだっけ石原軍団だった人ね。違ったっけ？そうそうです。ねでね、この話もしたのかな俺もういろんな人にしてっからあれなんだけど、うんうん、毎年その後、峰竜太さんにクリスマスに会ってた。すごいね。すごくない？別の場所とかでも。そう。うんうん、そうそう、別の場所で。うんすごいね。またもう友達だよ。もう知り合いだよ、知り合い、ね。そういうことが、やっぱ運っていうのはね、そういうものなんでしょ。知り合いだな。よくさ、何々をやったからって言ってさ、はい、人生が変わるみたいな、はい、あるじゃない、はい、何々をしたから、うん、例えば、滝行した。滝行したから、変わる。はい。はい滝行の、はい、世界一周回ったから滝行のミルコさんの滝行の話ミルコさんの滝行の聞きましたよいろいろそのなんかお坊さんが何話したとか聞いてないです聞きましたうん聞きましたあ、はいはいはい、まあそれ滝行やることによって、はい、普段のちょっとしたことで、はい、なんて言うんだろうあ暖かいなとかを感じるとかその打たれてなくて寒いじゃん打たれてお坊さんがだけどそれをお坊さんがそういうちょっとしたことを幸せに感じれますよねみたいに言ったんだってそうそうそれもまあまあそれも言ったらいいですそう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 怒りとかそういう電車がちょっと遅れてきてもなんかそれは幸せに感じれますよみたいなこと言ったんだって適応するとね、うんうんうん、冷たくうんうん、うん、誰だろうだからそれを聞いてさ俺もさのすけが病院ばっか行ってるから滝行行かなくてもすごい幸せに感じれてよかったと、うん、いやそうですわざわざねそう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 病院以外の場所幸せにそうそうそう滝行行かなくて思い出すともう絶対今の方がいいですからね、うん、ただそのちょっと一点あれかなと思ったのはまあ滝行をさ、うん、あのまあ俺行ってないのにさそんなの行かなくてもっていうのは、うんちょっと良くなかったかなって思って思って思ったなって話をついにいやいや行かない行かないしついにだけどさもうさそんなさ商業化した滝って何なの、うんね、商業化してるよねなんかねわかるよお申し込みからさ、まあ、そうそうそうお申し込みからだからこの前なんかテレビでさ、うん、そこでさゲーム大会みたいなやってたよなんか滝に打たれながらビコーンみたいなもうさ滝ってそんなところに来ちゃってんのあと多分ね、うん、出てきたら、うん、さあってあったかいお蕎麦をね、うん、用意してたりするツアーあるよ、うん、絶対あーあーなるほど、ね、もう、うん、いいですよ旅行ですよ、うん、そうですよそうですよ、うん、まあただねミルコさんそんなの言ってもっていうのはちょっと良くなかったかなと思ってやってる人はいた、うん、反省したり笑ったりしてる日々ですねでちょっと大ニュースでしたからね、うん、滝に打たれずっと興味あっ て、うん、いいですよ。あ、そこ聞いたんですね。そう言ってた。だからどういうこと言ったの？うん、なんかその説法してくれるんだからね。そうそうそう。それを言って。うん。身近に滝に変わるもの結構あるなと、うん。あるな、うん。まあ病院でもいいし。うん。でまあその。ほら大学生とかでさ、うん、なんか自分を変えたくてとかで海外行く人とまあ似てる感じじゃない、うん、っていうイメージじゃない、うん、なんとなくさ、うん、まあそんなんでこの前さのんち俺タトゥーを入れたいんだけど、うん、みたいな話をして、うん、来た人に何かが変わるかもしれないみたいなで言われたから、うん言われました、うん、変わるよってその時いやいいよそこはねそうだ、うん、入れてない絶対入れた方がいいよって入れた方がいいよって言ってさなんか背中を押されに来ましたって言ってたやつ、ね、でもなんかあんまり見えないようなところに入れるんだっつってだから、うん、まあお仕事とかもあるんですけど、ねうん、でも大体見せたくなってくると思うから、うんうん、また入れるんだろうなって俺は思ったね、うん、なんかその1回で収まんないんだろうなみたいな見せたくなるよね、うん、絶対タ
あれもうこんないい年して入れるなんてとかさ、いろいろ言ってて、だからなんか大人なちょっと自分、そうそうそう、もう先輩で、もうそんな、もうなんだろう、もう人生も終わりの方なんだろうけど、終わりの方でよく分かって終わりの方だから入れればいいよね。そうそうそう、絶対入れた方がいいよ、うん、でもまあ自分なんかね、うん、背中押されたいんだろうなと思ったんで、うんうんもうね、D の字にそのこと相談するって、うん、もう絶対押されたくて来てますからね。そうだよね。だからちゃんと、いや、それはいけないよとは言わなかった。気持ちよくそんな、いろいろ何かをすれば何かを変われるみたいなのって、なんか、うん、なんか、あったかなと思いますが、でも、変われたことがある人、はいにいっぱい話聞きたいよね。うん何か変われたことってありますか？なんかうーん何かこれをして変わりました、うん、みたいなのありますか、うんうん、僕はその4年間その、うん、シュガーズを取らなかったっていう経験において何が変わったかなと思ったけどそのなんか4年間我慢できるっていうことを学びました、はい、できるんだなうんよしこれならいろんなこといけるかもっていう自分を手に入れた感はありますがそれがまた4年間何かできるかっていうとまた難しい問題かなとうん思いますがあれふんふんおじさんみたいになってるいやいや今思いだちょつながるからと思ってだから去年、人生初めての大手術をした言葉が結構でかいな、でかいんだけど、何が変わったかなって言われて、ちょっともう、初の恐怖みたいなのがあって、それが何なのかがまだ分析できてないっていうか、死ぬことの恐怖って言っちゃうと分かりやすいけど、違う、まあ別に、その後タバコバカバカ吸ってるしね。ただ、怖ーって思ったのを覚えてて、なんか、交通事故に遭いそうになった瞬間に怖って思ったのとはちょっと違ってじんわり怖いのが来たからこうじんわり怖いのが来たのを覚えててあれは何だったんだろうなと思ったことが今年は結構影響してるとは思うんですけどねそれでは皆さんさよならさよなら